花尾由伸の始まるの楽しいじゃん。イエーイ、元気です。はい、皆様こんにちは、金尾由伸郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾由伸郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずはですね、松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ、はい、今日も元気いっぱいいきましょう ね元気です ね、僕も第2回終わりましたからね。無事、ね、第2回何事もなく良かったですね。そうですね、副作用はない ね、 僕はね、すごいですね。聞いてないんじゃないかっていう話大丈夫でしょそれはね、俺昔抗がん剤治療なんですけども、はいはい、ね、ステージ4で、いつも4-4-4-4言ってますけども、でも1回目で聞いちゃったから、それは不思議なことなんだけどね。ラッキーですよね。ラッキーですよね、それでもう元気になる。2回目はほとんどね、なんかないけども、やっぱりね、だるいとかもないんですか。多少あるでしょ。でも多少だるいけど、ちょっと飲みすぎたりなんかしたらね、きつい、私毎日だるいから大丈夫か夏場って、ということでですね、はいはい、今日はね、素敵なゲスト、久しぶりにね、久しぶりね、会いますね、はい、おがんちゃんことね、小笠原よしひろさん、よし、よろしくお願いします。どうもどうもどうも、ご無沙汰しております。いやいや、本当なんで周りそんなステージ4って言うねえ本当よ、4回目のステージ、翔ちゃんが助けてくれてるとしか思えない。そう、ね、あの米子でね、去年かな、そうそう、去年になるのかな、ね、もうね、ロジャーさんとね、おがんちゃんと菊田俊介くんとで僕と、はい、亡くなられたね、ずっと米子でお世話になって、はい、この番組のね、スポンサーにもなってる、ね、その縁だからね、翔ちゃんね、ご縁は翔ちゃんがつないでくれたご縁でございます、それで追悼かなんかね、やって、その時かあれですね、初めましてだったの、その時初めましてで、そうです、僕は、昔から存じ上げてましたけど、本当、うん、本当悪い噂ばっかりしてる。いや誰も悪口は言ってなかったです。私はね、前ね、だからそう、さんと私の方が早い、はい、トミーを連れて行ったつもりんだけど、そうか、トミー磯部っていう、最初の頃、ハワイにね、そう今いますけどね、逃げてやる、逃げてるって、その通りですよ逃げてますよ。いや、しかしもう本当に写真見てたら幸せそうにね、あんなとこでさ歌って、ハワイ島ね、いいよね。いや、大変だったと思うけども、ああいう人生は素晴らしいなとか思う、ね、苦労した甲斐があったんでしょう ね、 ねよく好き勝手にやってるようにしか見えないんですけどね、あの人は本当 ね、 そうそう、トミーを連れてきたのがこの番組、カナオさんと知り合ったのも初めて、そうだね、そう、確かね、そうだね、それで高橋まこちゃんとか、そうそう、いろいろツアーをやらせてもらって、そうだね、はい、ですね、そういうご縁がありましてね、詳しいね、小笠原さんのおがんちゃんのね、プロフィールもお伝えしたいんですけども、はい、海外でもね、いろいろ活躍されてるんで、そういう話もね、お聞きしながら今日はね、ご紹介したいと思います。で、まずはね、そのトミー磯部さんのちょっとアルバムの中から出たので、ちょっとトミー磯部さんもね、ハワイから聞いてらっしゃる、これ小川さんから紹介してもらった方がいいんじゃないですか。このアルバムはいつ頃作ったんですか。これもね、もう4年、5年前なんですけど、はいはい、そのトミーさんと僕とロジャーさんのリズムセクションで、トリオで、トリオだ、トリオです、トミー磯部&ブルースドックスって名前なんですけど、トリオなんですよ、でこれでもう全国20箇所ぐらい回ったかな、結構回ってましたよね。それのファイナルかなんかを、レックしたんですよね。これはライブ録音、ライブなんですよ。そうなんだね、ライブ録音ね。だからもうなんかその時の気分次第で、このトミー磯部さんはソロ振るんですよ、レコーディングやのに7曲ぐらいそれベースソロ入ってるんですよ。そうなんだ、ドラムソロなんか 2,3 曲入ってるんですよ。どういうつもりベース、自分もギター弾くのに弾かないですよ、もう俺弾きたくねえからとか言ってそうギタリストじゃないからねめちゃくちゃ弾かされるんですよ本当その中から1曲ね、じゃあ聴いてみましょう。これライブですね、トミー磯部 and the Blues Dogs の Mess It Up。
はい、素晴らしいじゃないですか、これライブ録音、ね、でもすごいいい感じで音入ってますね、これね、うん、ね、うん、トミー磯部&ブルース・ダークスで、ライブ録音をね聞いてみました。これメッセージアップトミーのオリジナル、そうです ね、すごいね、いろいろ、そもそも確かこの時は、うん、ボストンかなんかにいて、うんうん、トム藤田さんとかがギター弾いてる曲とかもたくさんあるんですよね。ああなるほどね、向こうで録音してたよね、トミーをね。トミーもだから随分最初の頃ね、松下さんの大学の後輩だからね。後輩って言わないでください。あ、そうですか。そう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 。そういう関係、うん。日本の方の大学。そうそう、日本の方の、ね。日本の方の。まあその後にね、バークリー。まあ向こう行ったりね。大学3つぐらい行ってますからね。行ってるよね。ちゃんと卒業してないんじゃない、全部。全部卒業してないらしい。途中で。ちゃくちゃですよね。本当、いきなり人の悪口しか入っちゃう、入るばっかで出てこないっていうね。まあきっと来てる、聞いてるかもしれない。で、聞くって言うと、メールしたら聞くって言うと。でも、まあ、すごい迫力だよ ね。いや、ボーカルとしては私は昔からうまいなと思ってたもん。うまいね。そうです、ソウルフルな、ブルーズですけど、ソウルフルな部分が僕が好きなんですよね。割とでもそうそう、カントリーとかも好きだしね、そういう、はい、そうです、ブルース、ブルースはしてなかった、昔はね。だからディスコで歌ったりとか、なんか昔赤坂の無限とかで箱盤やってた、そう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 、無限にいたらしいよね。ちょうどだからね、80年ぐらいの頃に、まあ、アメリカに渡ったと思うんだけど、ね、僕もその頃はデビューしたのよ、ええ、トミーも話してたらなんかデビューの話あったんだけども、ええ、そういうのを、そうそうそう、嫌で、ね、行ったんですか、うん、そうそう、アメリカ、ジョージアに行ったみたいな、もう本当、そうそうそう、皆さん大先輩でございますからですね。いやいや、トミーはおいくつ、私の後輩だから、ま、1個下だったかな、ま、2個だったかな、もう還暦、もちろんもう過ぎてますよ ね、そうですね、62ぐらいですね。だから海外にずっと住んでたらさ、顔つきもなんか、うん、ちょっともう今誰が見てもハワイアンジャパニーズだよね。もう怪しい。怪しい。なんか何年か前になんか映画出演があったらしいんですよ。でそれで、ほんでそれはハワイ島のに昔から住む長老の役みたいになってたらしいですよ。あ、それはぴったりだね。まあ今は一世ですからね。もうアメリカ人になっちゃいましたから。ああ、そうかそうか。そうかそうかそうか。ね、でもね、16歳の頃は可愛い顔してたの。ね、これと全然静岡だもんね、出身ね。静岡。静岡。静岡って言うんで、清水弁が面白くて、うん、でもなんか最近変な関西弁喋るから嫌なんだけど。知り合い大政小政のなんか末裔とかあるって。ああ、そうなんだ。そうなんだ。面白いんですよ、清水弁喋ると。清水弁と英語しか聞いたことない方ね、うん、トミーは、うん。だから日本に来ても清水弁で通してほしかったわけ。なんか、そっちの方がインパクトあって面白いよって思ったんだけど、いつの間にか関西弁になっちゃって。なるほどね。うん、まあ、まあ英語はね、ペラペラだけどね。うん、ね、うん、素晴らしい、トミー・磯部ファンキー・ドッグをね、はい、聞いてみました。では小笠原さんのね、小雁ちゃんの、いや今までのそのざっと言うとあれですかね、プロフィールっていうか、まあ僕もちょっとフェイスブックに上げたんですけども、その向こうで、まあ、その活動されたっていうのは、きっかけが何かあったんですか。あのね、うん、まあ、昔からアメリカでやってみたいなっていう気持ちはずっとあって、うん、で、うん、その当時、やってたサボイトラッフルっていうバンドがあって、はいはい、そのバンドはアメリカに行って活動しようってなって毎年行ってたんですね、うんうんうん、でそれ1996年ぐらいから毎年ずっと解散する、2004年ぐらいまで行ってて、うんうんうん、でもちゃんとやるためにはっていうことでヨーロッパに行ってレコード契約取ったんですよ。で日本で契約して、その1年後ぐらいにヨーロッパでレコード契約に2つ3つ取らせてもらって、うん、なら向こうのフェスティバルとか、うんうん、なんかスペインだのスウェーデンだのって、うんで、まあ、日独イーサンバンドで回ったりしてて、うんうん、でそこからアメリカにもう一回行こうって なった時に、うん、バンドが解散するわけですね、うんうんうん、でバンド解散して畜生ってなってたら、うん、アメリカに住んでるその当時 そのバンドのファンの女の子がおって、うん、彼女が今からちょっと
知り合いに誘われたからコンサート行ってきますって言って、うん、それ誰のコンサート行くのって聞いたらクリス・デュワルテって言って、あ、俺大好きやでとか言って、うん、ブルースの、うんうん、何年その何年か前に日本のブルースフェス来てたんですよ。もうアホみたいにうわーギター弾いて、うん、うわそれよろしくお伝えしてもらいたいんだけど俺バンドに入れてって言うとってって冗談で言ったんですよ、うん、半分本気やったんですけど、うん、ほな次の日にオッケーって帰ってきて、マジであらそうとか言って、うん、でもその前にこっち呼んでまえと思ってボーカルが抜けたんでツアーやろうぜってなってで呼んだんです、うん、ほんならすごい評判良くて、うん、でアルバム1枚作って、うん、でそこからアメリカ渡ったら向こうのレーベルが作りませんかってなってそのフルアルバム作った、うん、でもあの全米を毎年回ってたっていう、うん、すごいね、すごいね、はあ、はあ、アメリカ広かったっす。広かったっす。それもちゃんとビザ、ね、就労ビザ。いや、やっぱりあのちゃんとあのワーキングビザとか、ね、ワーキング。そうだよね。そうだよね。すごいね。うん、そういうのから、まあ、いろんな、うん、まあ、日本のミュージシャンのその何サポートとかね、そういうのも、うん、まあ、やりながらですか。ちょっとだけやりましたね。うん、あのそんなにやっぱりこう癖があるんで、うん、あれなんですけど、まあ、やっぱり一番楽しかったメンタンピンっていう昔70年代のバンドですね。あ、そうなんだね。あれが楽しかったです。もう大ファンやったんで。それだってあなた一番若いでしょ。そうなんです、そうなんです、でジャパンロックレジェンドなんかコンセプトで、うん、あの頭脳警察、あ、メンタンピン、ブルースクリエーション、うん、紫というすげえ、まあ、もう大先輩もね、だからいろいろおかげさんでいろんな先輩に知り合ったのもそういうところなんですよね。なるほどね、なんかやっぱりそういう渋い人たちをね、うん、ずっとね、うん、あのサポートやられたりとか一緒にねバンドでね、うん、やられたりとかすごいなとか思いますけどもね。今日は小笠原義弘さん、義弘義弘さんですね、義弘みたいな、はい、ちょっと義つながり、義つながり、うん、でもなんか僕の知り合いとかも一緒にやったりとかしてたん、うん、みたいね。そうだと思いますね。そうそう、だからまあ福岡関係のね、はい、あのそうそうそう、そうそう、あの山善とか知ってんじゃない。山善さんはやらせてもらいましたね、あの、ね、親分、親分ね。山善さんのバンド楽しかったですよ。あのギター花田博之さん、はいはいはい、ルスターズのね。で僕ルスターズの人たちは世代がちょっと違う、僕はちょっと上ないので、うん、ちょっとあんまりよく知らないんだよね、うん、あのロッカラーズとかはね結構、うん、割とそ、ね、その、うん、この前会いましたよ、うん、ロッカーズの方に。ああそうですか、あの新井くん、新井さん、あ、新井、むっちゃ優しかったです、うん、むっちゃ怖いんかなと思ったらむっちゃ優しかったです、うん、いや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 、ね、ね、うん、ロッカーズってあれでしょ、陣内さん、はいはいはい、そうそうそう、明太系は怖く感じるんですけどそんなことないですね。明太やっぱ山田さんも優しかったでしょ。山田ね、見た目がごっついから、いやもうみんなから言われましたよ、うん、大丈夫ですかとか、でむっちゃ優しいしどっちかって可愛いんですけどみたいな、そうなんだ、うん、大阪から博多ってね、うんうんうん、そうだからちょっと僕もね、うん、びっくりして、そういうつながりもあったんだなと思って、山善って僕同じ年、そうですか、ちょうどね、うん、同じ年なんだよね、だから、まあ、昭和とかでね歌って、先輩が理不尽なんだよみたいな、もう言えないですけどね、妄想ではちょっと、妄想では言えないがいっぱいあるでしょ、まあ、そういう話が、ね、面白い話もある ね、ということでですね、うん、今日はねその福岡つながりのもう一曲ね、今日実はね、うん、本当はもうあの要するに海外でやった音源をそのために、ね、そう音源を今日持ってきて いただくつもりだったんだけど、ね、それをごっそりお忘れになって、どうか落としてるんですよね。これ、うん、そうそうそう。だから、一応宣伝し、素晴らしいあれじゃないですか。うん、自分でもね、そうそう、だから今後のスケジュールに合わせてみたいな感じで作ってきたにもかかわらずは、うん、多分部屋に落としてるんです。これはどういう人たちとやったんですか、ね。あのね、うん、まあ8月の末の方ですけど、まあ、うん、メンバーではないんですけど、うん、
この1、2年、ね、ナイトホークスっていう、はい、あのロックバンドがあって、はいはいはい、まあ、先輩の松本慎二さんがベース弾いてたんですけど、はい、もう脱退されたんで、うん、まあ、やあのベース弾いてっていうことで、うん、年に 2,3 回クロコダイルっていうライブハウスでやってて、うんうんうん、はいはい、まあ、ハードロックなんですけどね、むちゃくちゃ、うんうん、それは北海道の方なんですけどね、うんうん、一緒にやってたり、うんうん、あとこのマツケンっていうのは、まあ、サブラベルズうん、っていうヘビーメタルバンドの松川純一郎さん、はいはいはい、今ブルースで髪の毛伸び、あの、はい、気配薬飲んで生えた人ですね本当ですか、いいんです、気配薬本当ですか、聞いてると思いますけど気配薬飲んで生えてますからボーボーです。あーで原田健太と、はいはいはい、あとはミスドのエイジって言って、はいはいはい、あの、まあ、バウバウ、はいはい、ワイルドフラッグですね、うん、黒夢とかね、でもう一つはね、鈴木ひらみさんって言ってね、うん、付き合い古い人で、うん、彼のソロアルバムとかをレコーディングで入ってたんですけど、うん、あさってからまたレコーディング入ることになってて、うん、あ、そうですか。でそれでそのライブが実はあるんですよ、9月、いや10月かな、うん、あって、そんなんとか、まあ、そういうのをいっぱいまとめたんですけど、うん、部屋に置き忘れていますね、あのそれは本当に今残念なこと特にこれね、あのこのアメリカのビルボードでチャートにしたやつとか聞いてほしかったんですけど、あら、まあ、これ忘れてしまいましたね。あ、本当、また次回来てくださいよ、うん、じゃあこれ持って、うんうん、ね、ね、うん、あのまあ東京でお仕事っていうのは多いから ね、 ね、もう毎月来てます。そうでしょ、ね、大阪ほとんどやってないです。大阪あんまりやってませんよね、やっぱり地元、うう東京ほどそんなに頻繁にできないんで、月に2本か3本か、うん、大阪だと大阪と京都、京都はない、あんまり行かない、京都はまあめったにやらないですね、ですあの好きなんですけどね、神戸とか、うんうん、なかなか、うん、ね、だ京都の誰かとやらないと、あ、そかそかそかですね、うん、それでね、今日はね、もう一枚ね、はい、CD を持ってきていただいたんですけども、はい、これは僕もね、よく知ってる博多の、先輩ですね。俺もそうちゃうかな思って、そう、先輩。お酒飲むとね、すごいいい雰囲気で飲める。また、店よう知ってるんですよ。そう。これ、ひろみさんね、今急でひろみさん、キーボード、クリスタルキングね。東京でも僕一回ご一緒したことあるんですけど、ね、ぜひね、もう向こうでもね、そう、僕博多のどこだっけな、最初行った時にライブで、B1 かなんかでやったんですけど、うん、何バンドか博多 の、 バンドに出てもらった、その中でもね、デュオで、うん、女性とデュオで出てもらってたんですよ。そうですか。そう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 。それがまあ、ね、きっかけ。ひろみさんね、若い人を育てるのも好きですからね。そうですよね。そうなんですね。会長のバンドとかもやられてるでしょ。会長、あ、行くまら、行くまらいだ。会長は存じ上げてます。あ、本当。はい、会長は存じ上げてます。うん、会長、もう会長だけでわかんない。そうそう、会長っつったら、でも会長はみんな、どこの会長はみんな知ってます。いや、どこの会長、会長っつったら会長です。もう高尾を代表するですね、もう会長ですから、ね。そうそうそう。かわいいよね、なんか、うん、そう、そうかそうか、そのね、CD、はい、これおがんちゃんと2人で、まあ、ドラム万蔵っていう、はいはい、神戸の人がおるんですけど、はいはいはい、このトリオだよね、トリオなんですね、うん、でこの中からね、これあなた歌ってるんですか、はい、自分で作って歌ってます、すごい、それ聞いてみましょうかね、はい、whatever you like、
いかがでしたでしょうか。おがんちゃん歌うね。歌うねって。歌うじゃない。ねえ。なんか甘い声。Whatever you like ね。ねえ。これは勝手にしてくださいっていう曲ですね。いやこの今木家さんのね、このキーボードもまたね、あの独特のね、素晴らしいなんか味が。なんか曲にすごい魔法のスパイスみたいなのかけてる。これ何年前ですか。4年ぐらい前じゃないですかね。まあ、これもね、今またね作らなあかんなっていうことで、まあ、コロナでちょっと止まってたんですけど、ね、ずーっとやり取りしててね今実は。ああそうなんだ。そうかそうか。もうすごい人がいい人だね。めっちゃ優しいですね。うまい飲み屋知ってますから。博多の飲み屋、ね、飲み屋さんね。今度飲みましょうっつってそれっきりさ、俺もなんかもうバタバタ病気になったりしちゃった。とこ知ってる。本当。これこのジャケットはいい、はい、娘さんが、ね、絵なんですね。しかもね中学生の頃だって、ね、報酬振り込めって言われたから振り込めましたけどね。あすごいじゃんすごい ね、 ね、娘さんいらっしゃるんだ、ね、絵が好きな得意なんですか。じゃあ芸大とか言ってましたね。芸大なんだ。あそうなんだ ね、 ね、あ素晴らしいねみんなね、うん、なんかやっぱ才能がね、ね、うん、お便り行きましょうか、うん、なんかね、はいはい、ちょっとメールが来たのさっき。メール、はいはい、そっちからちょっといいですか、うんうんうん、これはですね、おがんさん初出演、うん、祝、1時間楽しんでください。はい、カナオさん、としみさん、鈴木さん、あつさんに負けず頑張ってください。はい、としみさん来週高知でお待ちしております。 おっさんずオーシャンズ6玉木より。あ、浜ちゃんねありがとうございます。おっさんずオーシャンズ6っていうね、うん、何それ。グループがあるんでね。そうなの。玉木さん、うんうん、翔ちゃん、うん、トミーさん、僕、うん、ロジャー、うん、で、
浜谷さん。浜谷、うん、はいはい。ああそれもうかなハワイで遊んでた6人。ねえ、うん、皆さん濃いよね顔が。いやもう何人う。うち3人ぐらいはもう地元の人みたいな。そうだよね。だからあのあれプロレスラーと間違えられるんだよ。よく間違えあのトミーさんとやってる時はさすがにね、うんうん、あのえ。日本プロレスかどちらの方ですかと普通に聞かれますよね言われたって翔ちゃんに聞いたことがあるよ、うん、あそれはあるだろうねもう笑っちゃってもう書いとけばって夜名古プロレスって、うん、だ外人と回ってる時なんか特にありました外国のアメリカのドラムの人とか、うん、俺なんか一回りぐらいでかくて、うん、どちらの団体ですかみたいないい、いい方ですか悪い方ですかとか言ったら多分悪い方だと思います何それいい方悪い方説明しても分かってもらえへんやろからそれでお話しとけみたいな面白い ね、 ねそうなんかね、うん、みんな集まってきちゃったね、うん、そういう感じでタマちゃんも本当にあの忙しい 毎日忙しいと思うけどね忙しい今日はどこにいるやらって感じ、うん、沖縄にいるかもしれないけどね、うん、昨日はね沖縄の夜の写真だったからうんうんうん、まあ毎月飲んでますけどね、うん、一緒にどっかでどっかで会ってる人ねえ、うん、またねお便りよろしくお願いします、うん、コーチでもね今月ねコーチで会うのコーチ行くの来週ねそうなんだ俺も行きたいな行きたいでしょ、うん、その話をしに行ってきますね決めてきます仕事の話仕事の話でしょ田舎コーチなんですよねえお父親がねあそうなの、うん、私と一緒えコーチなの河北省河北あのアンパンマンミュージアムの、はいはい、あの柳瀬さん大先生の、はい、父親が本当にじゃあみんなつながってるよ、ねうん、まこっちゃんのお父さんもコーチなのそうか、うん、多いね、うん、じゃあちょっとお便りいきます、はい、これはねミキさんからいただきました博多のミキ皆さんこんにちは、はい晴れててセミがうるさい博多ですあセミがもう出てるのねあそろそろね梅雨が明けたってことだねうん、先週の K 坂口さん独特の空気が楽しめたし、うんなるほどね音楽性もこの番組ではそう聞けない感じが良かったですね先週もねあのベーシストベーシストだったねあの女性のベースプレイヤー女性のねあのタンゴヨーロッパとか言ってあのあ地下軍のあ、うん、カオル姉さんカオルあら姉さんなのいや憧れの人ですよ姉さんあ本当かっこいいですよベースねそうかっこいいですよね、うんうん、あのそうそうあの明日ライブなんだよね、うん、それで結構あの、うん、野良さんとかも、まあ、いろんな人がボーカルで来てね、うん、当時ね18とか19の時に知り合った人がね、うん、その辺のバップガンとか、うん、そのタンゴヨーロッパとかその辺の人たちとよくね知り合ってたんですよ、うん、で風の噂に聞いてあのタンゴヨーロッパ聞いたらベースむっちゃかっこよかったんですよね、うんうん、すごいかっこいいですよね、そうそうそして今週はなんと珍しく2週連続でベーシスト、うん、初登場のおがんちゃんこと小笠原義弘さんですね、はい、個人的にはそんなことないけど、うん、ようこそ、うん確かこの番組で初めておがんちゃんの名前が出たのはトミー磯部さんの回だった気がしてますが、うんおいらは WC カラスとのベー、うんマーベラス F とか、うん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 、セッションライブなど加納さんもご存知の今 QA ひろみさんとのバンドでも何度も経験してるし嬉しい限りです、はいはいはい昨日は音楽魂ファミリーでもある小野愛香ちゃん、うんうんうんおいらは先月一緒だったドラマーのエイジ、うん、それに夏子ちゃんとのライブをお楽しみ様でした、うん、お楽しみ様でした、まあ、昨日ね昨日ライブだったんだ、ね、ライブだったんだね、うん、今日はとにかくお二人の素敵な空気感の中でリラックスした1時間を過ごしてください、ねうん、ありがとうございます、さてもう東京とは、東京とかは梅雨明けって言われてますけど、うんうんこちらまだ1週間くらいかかるみたいだしまだ豪雨も怖いです、うん、とにかく我々は自然には逆らえないしせめてできること、うん、つまり災害には準備をして自分自身は健康を保つってことですよね、うん、カナオさんもご自愛くださいね、はい、復活できる段階で見つかった奇跡を大切にしてくださいね、うん自分も、うん、去年命の危険を感じておかげで、うん、気をつけています、うん今はおかげさまで元気ですもんおがんちゃん、うん、同い年だしお高い体に気をつけます そうですか、あれは同い年なんだね、気をつけなくちゃいかん世代だから頑張っていこうねってことです、はい、ありがとうございました、はい、ねいつもありがとう ねみくんもねあ同い年なんだみきさんと、うんうんうん、そうそう坂口さんすごいかっこよかったケイさんね、うん、ベーシストそうです、ね、女性ですごいねあの当時にそういうガンガンやって、うん、なんか昔インタビューで聞いたんですけど、うんうん、なんかベース弾きながらスクワットして鍛えてたとかいうインタビューも聞いたことあるぐらいかっこいいねえ、うん、それこそ無限でやってたんじゃないですか
せどうだろう、なんか無限の話をちょっとしたね、うん、あそうかもしれないね、うん、その当時はねそういう箱でやる場所がいっぱいあったじゃん、うんうん、でもなんていうかな、こうずっと長年やられてる方だからね、あるそのな懐みたいのは感じられるよね、うん、なんかね、うん、それはそう、うん、確かに。だから俺がもう元気なもんだからさ、もう逆にあの元気いただきましたとか言ってよかった、ね、めちゃくちゃ練習に励んでますとか言ってスクワットしてんじゃないか練習に励むというのは素晴らしいですね。すごいね、うん、あんだけやってても練習に励むっていうのはね、うん、素晴らしいよね、うんうん、よしということでね、スケジュールもあのライブの、ね、ライブスケジュールをね、うん、いっぱいあるんだよ、はい、小笠原さんのねライブスケジュールをご紹介しましょう。これすごいたくさんあるよ。まあちょこちょこっと一番近い時は明日、明日ですね。明日どこですか。明日はね下北沢の駅からね降りて3分ぐらいなんですけど、うん、空飛ぶ小豚屋さんっていうね地下の、うん、ここはもう本当お酒もご飯もむっちゃうまいんですよ。あよくあの聞くね最近ね、はい、ここであのそのミスソネージさんと、はい、あと若手のね高校生から知ってる子でリョウっていう子のその彼のオリジナルの曲をあのやってるっていう感じですね。なるほどね。ブルースロックのギタリストなんですけどね、うん、なるほどね、これ、うん、で26日も、うん、これはね、まあ、同じ店なんですけど、まあ、あの先月先日あの亡くなったパンダさんのとこの頭脳警察のドラマ、はいはい、樋口元之助っていうのと、はい、僕とあとゲットビルモンキーっていうバンドの川子さんっていうね、うん、人の3人で やってるこれブルースロックなんですけど、うん、まあ、だいぶインプロビゼーションを入れながらガッチャガチャにやってるっていう、うんうんうん、とってもいい感じのトリオになってきましたね、うんうん、あトリオが多い結構多い、トリオはやっぱり動きやすいですよね小回り効くし、いや大人数も好きなんですけどね、うんうん、ねその次が29日はジャム西尾って、これ大阪市、これ、ね、あの西尾市って言ってね兵庫県でしたっけ大阪、ね、愛知県なんですよ、愛知県か、ね、西尾ってここはうなぎが有名なんですよ。あら、うなぎ、うなぎが有名うなぎ来ましたね、うなぎが有名なんでうなぎ食ってやろうと思ってる、ね、そう鳥取でね、あんま食べなかったんだよね、あの時調子悪かったんですよ ね、これはあのジャムセッションで、はい、その西尾のあのクロスロードっていうブルースの、はいはい、ブルースロックのお店があって、そこであのそこの地元の人らとなんかこう遊んでるっていう、で翌日がその名古屋でこれプログレッシブロックのバンドなんですよね、30日ね、これはアルバムを出したので、はい、これも入れてきたんですけど、これをね、これの、まあ、リリースパーティーは終わったんですけど、うん、まあ、ライブをやるっていう感じで、うん、これはメンバーが、これは ね、そうですね、あの名古屋の、はい、昔ね X のトシさんとかの、はいはい、サポートやってたギターのね宇治原さんっていう方が中心になってやってるっていうバンドですね。次はもう次関東入道さん、入道さん、ああそうかそうか、入道さんね、うん、ブルーズをやる、ブルーズをやるそうです、うん、ブルーズ、これが8月2日に、館内ストーミーマンデーね、うん、まあでもすごくいっぱい、そうか3日があるよね、これはそうなんです、オリジナルの曲を作ってるバンドでね、ま、エレクトリックモスって言って、はい、まあ、僕と松川純一郎さんと、うん、あとドラムに丹菊正和って言って、あのサイコデリシャスとか、はいはいはい、の、ね、ドラムの人とや、はい、そうですね、鍵盤の人とかあのあれですよ、あのなんていうんですか、むっちゃ有名なキングヌーとか、うんうんうん、今はめちゃくちゃ、ああいうところのサポートしてる鍵盤のお父様が、うん、宮川純さんという鍵盤の人のお父様が弾かれててね、へ、すごいいい鍵盤の人ですね、ね、あとは玉木さんの知り合いのそのオーバーチュアっていう、うん、南青山マンダラサポートとか、はい、まあ、黒毛ボックスって言ってあの大月さんっていうシンガーソングライターの方、うん、で松本潤さんは8月に、そうですね、あのドゥアーズインフィニティでドラム叩かれてる松本潤さんとか、うん、なんかもうブワーっていっぱいマツケンとか、ね、そうね、OJB とかもある、そうマツケンさんゴージーズ、これはあの正木五郎さんですね、ドラム、うーん、あのサウスとサウスの五郎さんね、そうです、これ8月19、庄内、もう五郎さんが俺が好きすぎてちょっとあの無理にやらせていただいてるんですけど、あ、お元気、お願いしますよ、元気元気です、元気です、そかそかそか、ね、もう全然74には全く感じない、ね、五郎さん、うん、
すごいね。まあ昔は五郎ちゃん、ゆうちゃんのね、そうですよ、あれって憧れやったの。そうそう、藤井優さん、藤井優さん、そうだから、ゆうさんもね、亡くなあれだけども、うん、もうそれはなんか日本のね、R&B のね、そうです、うん、あれはもう要だったもんね。ボイスサンドリズムというバンドが大好きで、憧れの人の一人ですよね。ねえ、ねユウさんもいないんだね、このリバーブティアっていうのはあのチャーさんが可愛がってる、うん、サウスポーの熊本にスローブルース、スローハンドっていう、うん、先日閉店になったんですけど、うん、そこの息子さんで岩本明って言ってね、二十歳やけど、まあすごいギター弾きます。あ、そうなんですか。まあ、そういうのがザーッと、もうザーッとあって、だからあのライブスケジュールね、おばあちゃんのホームページとかね、うん、はい、24日、そうですね、見ていただいてですね、8月26日にね、そのナイトホークスの青木秀一さんのバースデーコンサートが、あ、バースデーね、これはちょっとまた原田健太さんに頼んで、うん、一緒に健太にも頼んで一緒にやる形になってますけどね、はい。あと31日が国たち、あ、そうだ、うん、31日いないのね。そうそうそう、いっぱいこんだけね、出てますので、ね、あのホームページ見ればね、出てますね、有名な言葉。これですね、これね、あ、これはまあ僕のやつだから、まあちょっと後で紹介しましょうか、うん、はいはい、ちょっと一緒になんか歌おうかな、今日ね、今日はね、せっかくベースね、そうそう、持ってきていただいたので、なんかやってくださいね、米子のね、思い出の翔ちゃんが好きだった曲からまで、そうですね、やってみますか。そうですね、それをやらないといけないし、うん、ダイナマイトいきますか、はい。酒と博打と女の街、ここは福富リバーサイド、行き場所のない男の住みか。浮いた話は数あるけど、夢を見ましょう、リバーサイド。ひとよ限りの切ない恋。
ということでダイナマイト金尾彌十郎でお届けしました。いやなんか調子俺気持ちいいな。気持ちよかったでしょ。気持ちがいい。やっぱりね、気持ちがいいことはね、がんがなくなるの。めっちゃ元気ですよね。俺なんかで全然元気じゃない。だからみんな言うんだもん。俺はなんかいやでも最近その病気でも治るっていうかね。前を追った時よりも元気。元気だった。そうそう。なんかね、元気になったの。メンタルが強いですよ。強いって言われました。俺先生から言われたもん。開口一番。第1回目の抗がん剤が終わった時、小さくなってたじゃん。パッとドア開けたら、金尾さん強いですねってやっぱりその僕の周りがんに なられた方多いんですけど、うんうん、やっぱりこう一人で悩み込むよりも人にも言っちゃった方が楽なんですかね。そう、うちの父もね、肺がんで亡くなったんだけど、うんうん、実はその細胞がんだったんだけど、うん、肺に転移。それででもね、その時代はもう公表しなかった。あ、そうですよ、告知しなかった時代だったから、もう言わないですよね。二十何年前はね、胃潰瘍とか言いますもんね、胃がんでもね。そう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 、言わなかったから本人は元気だと思って、うん、翌日によ、昔は肺はね後ろ切って、うん、あばらを出して肺を手術してたわけ、うんうん、でタスキ状にこう両を切っちゃったから、あ、こう怪我してたんだけどもさ、もう3ヶ月って言われて行ったんだけど、それでもう6年生きたからね。あ、そうですね。そうそう。でも翌日にね、背広に着替えて出ようとしてたの。でガードマンに取り押さえられて。でも元気がいいからさ。まあ、遺伝してますね。ガンって思わなかったら俺だってするよね。あ、そうか。だから今はね、はっきり言いますから。そうですね、がんでもね、治る人の方が多いんで。そうですよね、進歩してる、ロジャーさんとこ今喋った時も、まあ、同じような状況で、あ、そうそうだね、なんかでもね、やけくそなんか、ね、なんか今度またな、わし新しくカバーの曲やろう思てんねんって、何やるんですかって、キスのなラブガンを肺がんに変えて、ハイガンって歌を思てんねんけど、いや、それはやめてくださいよって。やめましょうよって全国の肺がんの人そうそう、まあ、ロジャーもそうだって、ね、そうだしね、でも良かったよね。でも性格がそういう方がね。そうですね、前向きの猫好きなね。だからやっぱりなんか一人で抱えてたら大変やったからって言うと、もう、うん、言ってしまえって言ってからちょっと楽になったっていう。そうでしょうね、うん、だって一人で抱えるタイプの人はやっぱりね、もう痩せ細ってなんかね、そうやっぱりね、違う病気まで出てきそうだよね、うん、そうだからやっぱりこう精神的にね、なんとかやっぱり歌ったり笑ったりすることはもう絶対いいわけだから、ね、うん、そうそう、ね、だから俺も全然びっくりしなかったね、うん、フォーとか、フォー、そうですか、ユーカなんでそんな肌ツルツルしてるんですか。いや俺なんかめっちゃいやたまに注射打ってるから俺。たまに、いや、ビタミン注射。ビタミン注射。こんなでっかいの。若返ってるじゃないですか。若返ってる。本当ですね。ねえ、そう、なんかね、ちょっと若くなった。若くなった。なんていうかな、お酒もちょっと控えめにしてるし、あ、まあ前はもう浴びるほど飲んでたんだけど、今あんまりそんな量は飲めないのよ。うん、でもタバコとかもね、もう吸ってないし。タバコはまだ吸ってらっしゃるんですか。いや、タバコは吸ってたのよ。吸ってたけど、入院が人から言われてやめるの嫌だから、うん、そうですね、入院する前に両方ともやめて入院したのよ、入院っていうか医者に診療してもらったんだよ。それはそれ、お酒は少しはいい。ロジャーさんも、わしタバコやめたけど、黒切りくださいって言ってましたよ。めっちゃ飲んでるやんみたいな。まあね、そういう不良中年が揃ったところですね。僕の歌をもう一曲ね、今日はね、せっかくだから、うん、不良中年の進めいきますか、はい、ね、はい、あ、ワン、ツー、スリー、パー。戦えた分
幼稚園の勧めラジオで立ち上がることはないんですけども、ね、見えないですね、ということでですね、今日はね小笠原義弘さんでした、はい、ありがとうございました。また遊びに来てください、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。お相手は、はい、松下俊美と花見吉郎でございました、映像の鈴木さんもありがとうございました。ありがとうございます。あっちゃんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
優しい。あの人は今はない。